Okay. Who is this guy? Oh! おう、ブロ昔海の向こうの大陸で得た薬のおかげらしい。おう、その顔、本気で実在するとは思ってなかったみたいだな。それじゃあ、あるよ、不老不死の戦薬、時軸の家具の実は。ここにあるかは。Okay, if it exists, then it's cool. Bro, you should remove their hand ties. まともに見つける気ないだろ、オカミの連中は。手縄をつけなさい。勘違いしてるなら言っておきます。No, she's serious. 私は処刑執行人であり、協力者ではない。あなたが戦薬を見つけられず、無罪が叶わなかったとしても、私の知ったことではありません。Bro, break the sword. その首跳ねるまで。はあ、分かった分かった、お好きにどうぞ。とにかくわしは妻に会いたいだけだ。そのための条件なら飲むが、あまり無茶は言わんでくれ。So what? 一人目打ち取ったり。愚か者め、かような状況で気を抜くなど、死して当然。びっくりした。大丈夫なんですか？まあ、首の骨外したし。それよりあいつ。ええ。資材人の一人、伊賀美の慶運です。No, what was that? 総兵修行中に。In love with weapons during his training. Lol.What a thing to fall in love with. Weapons. I love weapons. 無限者から奪い集めた武具は100を超えるとか。いや、そうじゃなくて、あいつ手縄してないじゃん。え？あ、今はそんなこと。いや、そんなことっていう。手縄はどうしたんですか、秘書殿。相変わらず硬いな、サギリは。縄くらい帰りに縛り直せばいいだろう。そんなことでクズどもと揉めてられるか、バカバカしい。Yeah, it's true, bro. Like, ほらほら。バカ正直さから、いまだに大も下なんだよ。俺らアサイモンは順位付けされてんのさ。ちなみにサギリは、今はそういった話をしている時では。あれを無視するか、ガランのガビマル。噂にたがわぬ強端さ、頑丈さ。力は交通。我が名器を存分に試せるわけだ。Oh, he carry all the weapons with him. Oh my god. 初めて輝くもの。その美しさを貴様の体に教え込んでやろう。変態かよ。こんなとこで戦ってたら、他の奴らに先越されるぞ。なればこそよ。
もともと手がかりなどなきに等しい。しからばまずは他の罪人を皆殺し、その後ゆっくり戦略を探すが得策。手始めに貴様だ、ガラモン。我々は監視役だ。殺し合うならご勝手に。うん。はあ、面倒だし無駄だし。He's like Shikamaru。めんどくせえ。仕方ない。殺すか。やってみろ。テナは嘘でしょ。娘と、好都合、我が分も全てを試してくれる。そんなに付き合えるか。あの巨体を棒一本を力点に投げた。Bro, what?Bro, what?肌に直接縫い付けて、やはり蒸気をしている。さあここからだ、ガランの。Hey bro, what kind of butterfly is this? Oh my god! Oh my god, bro, what the?さっさと戦略を探そう。ちゃんと手直しておるぞ。え、あ、はい。じゃ、俺は帰るから。戦わなくていいのか？言っただろう。俺たちは敵でも味方でもない。担当の罪人が死ねば。首を持って帰るだけだよ。さ、帰って風呂でも浴びよう。気象殿、60人が行方知れずの島です。どうかキロもお気をつけて。人の心配してる場合かよ。むしろ俺は早く抜けれてラッキーだ。手縄してるだけで安心してるなら、とんだ平和ボケ。お前の隣にいるのは犯罪者だぞ。小舟で上陸してまだ数刻、それでも俺は見た。上陸前に相手を削ろうとする者、結託をもくろむ者、それを装う者、もともとが社会の規則も守れんやつや、お役目もルールも眼中にない。いやブロー、それぞれのやり方で生き残ろうとする。手段なんか選ばんさ。しかし規則を破ってはご免状も無効では。それが固いってんだよ。侍にとって上位は絶対だが、本当に重要なのは優先順位だ。 I mean that's true. I mean like why are you following the rules so much? You are also in danger with them, right? That's what I was thinking before. Like if you are going with the criminals to an island where people die, you will also die, right?You have to worry about your own survival first. 今は戦略、それ以外はすべて二の次。規則に従って何も見つけられないより、破ってでも目的を果たした方が幕府も喜ぶだろう。Yeah, that's true. そもそも規則なんてみんなが守ると信じてなきゃ成立しない幻。Yeah. だから通用しない奴もいる。そいつみたいにね。いっそ、俺が今切ってやろう。やめてくれよ、無駄な戯れは。ただでさえ時間がないんだ。わしはただ妻の元に帰りたいだけだ。それ以外はどうでもいい。Bro, when did he come? 先を急ごう。He shit his pants, I think. 急いだ方がいい。予言してやるよ。もう数刻で状況は一変する。
空腹か、ロクロタ。さよなら。おお、ブロー。誰も予測できない。ブロー、what the f-。He ate half his body。資材人は半分以上死に、その数刻後にはもう半分。一日もかからず、一人になるだろう。What? What? He killed her. 一日もかからず、一人になるだろう。所詮お前らは消耗品。減れば次を追加するだけ。So there's this big guy that's left, and that guy who told the yellow-haired guy, the main guy, third. This is fourth, the girl, Kunoichi.服部の使いが異臭に飛んだらしい。幕府が新たな岩隠衆と接触したのは間違いない。浅右衛門だって一枚岩じゃねえぞ。さぎり、このお役目で次期当主が決まるって噂だ。本当かどうかは知らんが、そうなら野心を持つやつも出てくるだろう。俺は興味ないけど。じゃあな、罪人相手に気を抜くなよ。忠告はしたぞ。ナイス。確かに数日行動を共にしても、いまだにこの男の本性がつかみきれない。でもさあ、どちらへ。何のつもりですか。せめて苦しませずに殺そうと思ったのだが、やはりこの男の本性は、うん、to leave the village the moment they had a child. 上人でもこのざまとは情けない。このガキは上人。 Okay. 私が育てよう。よく見ておけ、ガビマル。これが弱さだ。親子であっても情など持てば、それ自体が自らを弱くする。 He's like, okay, I don't care. なければ何も守れん。大切なものすべて。殺せば規則違反になりますよ。お仲間が言ってたろ、優先順位だよ。もし岩隠れ衆が島に上陸、Arrive on the island, everything will go up in scope. そうなる前に戦略を。Before then. 恨みはないが、お主は枷だ。だから殺すと。仕方ない時は仕方ないさ。悪いが死んでくれ。やはりこの男は危険。考えも倫理観も極端で異常だ。即刻処刑すべき。なのにためらう自分がいる。どうしても、どうしても。まただ。今ので仕留められたはずなのに。He doesn't want to kill her.私なんかしたくないって当然のことだと思いますけど。うん。バカな。わしはガランドだぞ。今更そんな感情など。I'm hollow. 死神。キスしたくらいで赤くなる人が何言っちゃってんの。情があるなら従えばいいんです。もうかつてのあなたとは。I feel bad for this girl, man. Like his father.Burned her face just because he didn't want her to basically
you know, behave like a actual girl. そんなあなたに私はついていきます。たとえ里を抜けることになっても。確かにわしは妻と出会い情を知った。だが憎しみも知った。そいつは標的ではないぞ。こいつが妻もろとも復讐するっていうから。待ってくれ、死ぬわけにはいかん。妻と子がいるんだ。弱さも知った。うん。Bro, don't waste time on this stuff. Just find whatever you want to find. それじゃわしには勝てん。他の罪人ならともかく、お主を殺すのは心苦しいんだ。せめておとなしく死んでくれ。心苦しい、そんな感情が残っているのですか。そうだな。 Don't wake the beast。私はガランのガビマルだ。悪ほど人を殺してきた。今さらお主一人殺したとて何も感じない。そう育てられた。強くなければ何も守れん。やはりこの男は危険。情などいらん。死んでくれ。それなのに。Now die.なぜだ。どうしてためらう。何も感じないはずだろう。そうだった。あの時もあの時もこの男はずっと今と同じ顔を、何かに耐えるような目をしていた。生まれ育った環境が誤解させるだけで何も感じぬガランドではない。情を持った人間だった。Oh, it is getting little emotional, but okay. 私もまた、そんな彼を見て、情と向き合うことができたんだった。わしは、ここまで弱くなったのか。このままじゃ、生き残れん。こんなに弱くては、妻に会えん。それは弱さじゃない。強さの種よ。何も感じないなんて、ただ目をそらしているのと一緒。自分の情から逃げないことが強さだと思う。情を貫くことが真の武勇です。Bro, this is so deep. それだけは言わせてもらいます。And people say anime is for kids. I have literally learned so much from anime than I have learned in real life from real people. こんな状況で言うことか。あなたこそ手が止まってますよ。本来なら即刻死刑ですが、今回は不問にしましょう。あなたが自身の罪を悔い、情と向き合い、
人生を取り戻したいともがいているなら、私はそれを見届けたい。どうか私に見せてください。あなたのような人間が人生を取り戻せるかどうか。私も己の心と向き合わねば。私自身が強くなるためにも。私たちの立場は変わりませんが、あなたはもう、もうかつての、かつてのあなたとは違うのだから。I think his wife is already dead. なんだこれ。人工物のように見えますが、Hey, this guy is samurai. Oh no.何やってんだあんた。どうして。見ろ。人の顔した蝶だ。おお。このもんがこの世にいるか。Oh, bro. Bro, like how people cut their own body parts without even thinking. I don't understand. I cannot never do that. Need so much courage, bro.Oh, bro, what the? Hey, what is this? Omoshiro. Centipede. Now the real fight start, man. Like now the action is like this. Three episodes were, the third one was good. Second was like very basic. Fourth is gonna be interesting. We have this very big guy now. What, I don't know what, that monster or something. Okay, let's see how it goes. Yeah, this is for episode 3. I hope you liked it. And please let me know in the comments any improvements, any recommendations, and I will check them out.I'll see you next time. Sayonara.